はい、今回ですね、やっぱね、もう俺はもうこういうのを紹介したい。マジで。誰やねん、やっぱ俺のチャンネルでしょ。ガウティエリですよ。誰みたいな。これはスタミナ16。まあ、442の右って感じかな、これね。見てるとね。で、まあ、テクニック等はないんですけども、ひたすら攻守にハードワークして、右サイドから頑張るみたいな。クロス上げるみたいな。一応、ここにも書いてますよね。ローマにかつて所属したって、ローマにもいたみたいです。はい。まあ、ただですね、ローマで長くいたということじゃなくて、多分もうね、試合に出れなくて、点々としてるみたいな、いうキャリアでしたね。で、見てると、このピアゼンツが一番、まあ、長い。まあ、長くてもでも3年、4年かな。ぐらいなんですけども、まあ、それがキャリアの一番のハイライトなのかな。うん。まあ、イタリアでプレーして、その後はもう点々としながら、ゆくゆく引退していったというキャリアでした。見たらね。はい。でですね、引退後はね、なんか監督やってるみたいで、結構監督はね、あちこちでやってるんですよ。で、直近ではね、もうクビになったのかな、今やってるのかな、ちょっとわかんないですけど、セリエ C かな、サンジュリアーノシティ。ジュリアーノなのか、ユリアーノなのか、まあ、ジュリアーノ、サンジュリアーノシティっていうね。そこの、ま、監督をやってるということです。場所的にはね、さっきちょっと見たんですけど、ミランの近くですね。ミランのちょっと右下みたいな。まあ、小さな町ですわ。まあ、そこのね、チームの、ま、監督をやってると。ということで。まあ、成果を上げてんのか上げてないのか、もうそれすらもよくわかりませんけども。まあまあまあ、今何歳？まあ、結構いってんな。50オーバーか。50オーバーでセリエ C はきついな。まあ、監督引退までにセリア行けたらいいんちゃうっていうレベルかな。まあまあまあ、でもね、イタリアも競争激しいですから。はい、ああいう感じで。いやでもね、サンジュリアーノシティの監督を紹介する俺のチャンネル、いやなんか自分で自分を褒めたいし、楽しい。うん、サンジュリアーノどこかななんてさ、調べたりするわけじゃん。やっぱいいよね。まあそんな感じで、ガウティエリでした。